マイルフィリーズ今スタートしました。ちょっとばらついたスタートになりました。キャッスルトンタイミングが合いませんでした。絶好の好スタートを切りましたのがアストンマーチャンです。内からはルミナスハーバーとウォッカが上がっていきまして、ホットファッション、それから11番のメジロアダーラは今日は5番手ぐらいです。その後ろになりますがコスモベルがいまして、クラウンプリンセス、内からは5番のピンクカメオ、外を通りましてはバクシンヒロインになります。さらにジーニアス、それから16番のエクスキューズはこの位置であります。マイネル内がいまして、1番の天山コノハナ、それからローブデコルテであります。それからディーズメンフィス、さらには6番のキャッスルトン、そして18番のハギノルチェーレが最高峰であります。新設された外回りコース、直線682メートルのこのゆったりとしたカーブを4コーナーに向かって各馬が進んでいきます。先頭は3番のルミナスハーバー、そして直線474メートル、来年の桜に向けてその直線の試練を乗り越えなければいけません18頭でありますが、先頭は3番のルミナスハーバー、さらにはメジロアダーラ、そして13番のバクシンヒロインであります。さあ虎視眈々とアストンマーチャンは4番手から5番手、4コーナーのカーブに入りました。先頭はルミナスハーバーが先頭、そしてメジロアダーラ、さあ内に入りましたアストンマーチャンであります。4コーナーのカーブから直線に入った。ここでアストンマーチャンが早くも抜け出すか、アストンマーチャンがこれ先頭に立つか、3番のルミナスハーバー、さらにはメジロアダーラ、大外からウォッカがすごい出してきた、大外からウォッカがすごい出してきた、アストンマーチャンが粘っている、ウォッカが来た、差を詰めてきた、アストンマーチャン、ウォッカ2頭の争いか、アストンマーチャン、ウォッカ、アストンマーチャン、ウォッカ、わずかにウォッカか、わずかに外ウォッカか、2歳以上は外わずかにウォッカか、2着に。